こんにちは。先日お見せしたこちらの写真、こちらね、露出時間がたったの6秒です。6秒でこんなに素晴らしいシャープな写真が得られるようになったというのは、やっぱりね、カメラとかレンズの進化じゃないでしょうか。はい、非常に素晴らしいと思います。ただですね、ご覧ください。このようにクリック拡大していくと、どうしてもね、ノイズが目立ってしまいますよね。シビアな目で見れば見るほどね、ノイズが目立ってしまう。これはね、どうしても仕方ないことですよね。まあ、6秒のお気軽撮影だから、どうしてもこうなってしまうと、はい、いうことです。ただね、どれだけお気楽撮影とは言っても、せっかく1時間2時間かけて、まあ、撮影地に行くわけじゃないですか。せっかくそんだけかけて遠征するわけだから、まあ、撮影時間はですね、6秒とは言わず、まあ、例えばね、この1つの対象に対して、その100倍の600秒、つまり10分ですね。1対象にかける露出時間、10分かけてもですね、別段スケジュールには支障は出ないと私は思うんですよ。6秒が10分になる程度の話なんでね。はい。そこで、ポタ石です。ポタ石。固定撮影だとどうしてもそのカットだけで終わってしまうんですね。その10秒後、また2カット目撮ると、どうしても固定同士なんで、星っていうのはちょっとずつ動いていきますよね。後からそれをね、画像処理ソフトで合成するのがすごく難しいんですよ。特に広角になればなるほどね、中心と隅で星の伸びっていうのが変わってくる。伸び具合が変わってくるから、なかなか一致しないんですね。コンポジットっていうのができないってことになります。そこでポータブル赤道儀の登場です。はい、私は現在ビクセンの GP2 という赤道儀を使っています。はい、ただちょっと大げさなんですよね。こういう撮影をするにはちょっと大げさで、はい、なので最近私はポタ石が欲しいと思っていて、よりお気楽スタイルということで、こちらのビクセンさんのポータブル赤道儀星空雲台ポラリエ U という、はい、こちらが気になっています。あ、ちなみにね、これ案件とかじゃないです。私が個人的にただ気になってるっていうだけで、私まだ買ってないですし、はい、これを教えてくださった方がいらっしゃって、はい、でちょっとこれ気になってます。これね、昨年出たばかり、もう違ったらごめんなさい、昨年出たばかりの新製品とのことで、はい、まあ、ぜひですね、皆さんもね、このポラリエ U っていうのをね、ぜひチェックされてみてください。これさえあれば、皆さんおそらくね、星空撮ろうって思う方は、三脚とかカメラ持ってるんですよね。三脚とカメラがあれば、あとはこれがあれば、基本的には、もう星空の撮影、成形写真とか天の川の写真が撮れるはずなんで、ぜひチェックされてください。まあ、ちなみにですね、ポタ石なくても、三脚固定だけでもこのような写真は、まあ、撮れるということは前回ね、示しました。はい。ですが、何度も言いますが、こういうふうにクローズアップしていくと、ノイズが目立つから、それをね、コンポジットって言って、例えばまあ、30秒をワンカットとして、30秒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 って何回も撮るんですよ。何ショットも撮って、で、その間ずっと星動いていくから、それをポタ石で追尾しながらってやるのね。で、そしたら、1枚目も3枚目も5枚目も10枚目も、全部基本的には、星っていうのは同じ位置でずっと留まってくれる。それを後から画像処理ソフト上で重ねるんですね。レイヤー重ねていくんですよ。はい。で、そうすると、ノイズが一気に減って、ノイズが減るとどうなるかっていうと、もっと強調できる。はい。そのもっと強調したやつが、こちら。はい。こちらのイメージになります。これね、ちょっと拡大して見ていきましょうか。せっかくだからね、ぜひね、4K モニターでご覧くださいね。はい。とても滑らかですよね。これね、特にね、このあたり。これチェックポイントですね。ここね、ものすごく淡いんですよ。このあたり。特にこの青、赤、オレンジ。このね、3色のアンタレス付近の、このカラフルな領域の色を出すのは非常に難しくて。ただね、一点ちょっと言っておくと、一般の、改造をしてない、赤外改造をしてない、私が持ってるような α7R4 とか、今お借りしてる Z7 みたいな、ああいうカメラは赤い星雲っていうのは映りません。まあ映らない、まあわずかには映るのかもしれないけど、ほぼほぼね、それっていうのはない状態になります。これは改造機で撮ったんで、はい。ただしこれね、こんだけクローズアップしても、星がシャープで滑らかじゃないですか。これ一体ね、何ミリで撮ったのっていう話ですよね。望遠鏡で撮ったのって話なんですけど、いやこれね、一般的にある 35mm のレンズ、皆さんもお持ちの焦点域じゃないですか。35mm でなんとね、フルサイズでこのようなシャープな天の川がちゃんと追尾をすれば撮れるんですね。はい、でちゃんと重ね合わせ、何枚も何枚も撮って後から、合成したらこのような滑らかな写真で、淡いところも描出できるし、クローズアップしても滑らかで、干渉に耐えうるということで、そしてプリントですね。写真プリンターがあればご自宅で簡単に A4 とか A3 伸びサイズなどのプリントを出力することができます。でそしてそれを額装するとこんな感じです。どうでしょう。こちらは A3 のびですが、やっぱり迫力がありますよね。ちなみに私の宣伝にはなりますが、こちらのプリントは額付きで販売しています。詳細は動画説明欄をご覧ください。はい、けどね、皆さんどちらかというとですね、誰かのプリントを買って飾るというよりも、やっぱり撮影者としてご自身の機材で現地に赴いて、で綺麗な写真を撮って、でそれを皆さん、誰かに見せたりとか、このようにこうやって飾ったりとかですね、そういうことをされたいんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。はい、ですので、三脚固定は三脚固定でね、多分いい写真撮れると思うんですが、さらにね、こうやって鑑賞クオリティにね、飾っておけるぐらいのクオリティにしようと思ったら、やっぱりね、星を追尾する、ね、そして、何枚も重ねたりとか長時間、露出するってことに、なると思うんで、ぜひですね、このポータブル赤道儀っていうのをね、私も今回購入検討していますので、皆さんもですね、ぜひチェックされていただきたいなと思います。はい。で、もしね、私が購入したらまたね、それはレポートしますんでよろしくお願いいたします。はい。今回ね、このように、うちでプリント販売してるよとかね、あと、新成形写真入門 DVD といって、こういう写真って一体どうやって撮るのっていうのを解説した DVD、ちょっとマニアックですよね。そういったものもございますんで、よろしければね、ぜひ興味ある方は下の動画説明欄をご覧になってみてください。そんなわけで本日は2021年、今年私が気になっているポタ石についてご紹介させていただきました。チャンネル登録、あと高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。